ポーチにおいてフォームを固めるものなのですか、それとも何種類かのフォームを持っておくべきなのですか。スポーツにおいてのフォームっていうのは結果なんですよ。フォームを目指してスポーツを作ると、どうしても自分のフィジカルの能力とか、自分の体の形とか関節の長さとか筋肉の強さとかっていうものがそのフォームの中に収まっちゃうので、フォームっていうのは自分の体の強さ、大きさ、骨の長さ、関節の角度、いろいろなもので最大限の運動のクオリティ、何かの動作をしたら重みのあるものがより早く遠くに動かせるようになる動作をした時に結果その形になりますっていうのがフォームなんですよ。だからフォームを教えるっていうのは意外と良くなくて、フォーム、エネルギーが大きくできるように物理的な要素を教えてあげて結果フォームが変わるっていうのがいいんですよ。何にも言わなくてもってことなんですよ。だからフォームはあんまり、はい、気にするもんじゃないっていうことですね、うん、体がでかいのは最大の武器よね。まあ体がでかいのが唯一のスポーツでの才能だと。